中島千秋です。水道橋博士です。今回は倉敷市小島地区をご紹介しましょう。小島ジーパン瀬戸大橋、まずはこちらをご覧ください。倉敷市の最南端に位置する小島地区は本州と四国をつなぐ本州側の玄関口です。瀬戸内海の美しい景観は日本で最初の国立公園として指定されました。古くから海運や塩田、繊維産業で栄えた小島は学生服の製造や国産ジーンズ発祥の地としても知られています。小島の魅力は歴史ある産業だけではありません。遊園地や体験など親子で楽しめる娯楽もたくさん、まるでジーンズのように自分好みに馴染んでいく、そんな暮らしが小島地区にはあります。博士は小島に思い出はありますか？そうですね、鷲山ハイランド子供の頃も行きましたし、はい、今子供連れて行っててますね。で、どの乗り物が、自転車みたいなところをね、ガタガタ言いながら高いところまで走るやつがあるとめちゃめちゃ怖いですね、あれ。景色はいいんですけどね。景色素晴らしいです。もう大ファンなんです僕。水道橋じゃなくて瀬戸大橋にしたいぐらいです。ぜひ今度から瀬戸大橋博士、はい、あと国産ジーンズ発祥の地も小島なんですよね。また小島のジーンズってもうハイブランド、世界のハイブランドが使ってるぐらい高品質なんですよ。おしゃれですよね。ねえ、もっともっと小島地域はね、知名度上がってほしいところですね。倉敷市は移住を希望する方を応援しています。詳しくはこちらまで。